一般的に教練院に出入りするときはああいう服を着んとあかんの？そんなことはない気がするけど。うちの今の姿であんたらと一緒に入ったらちょっと目立ちすぎるんちゃ？お前が照れるなんて意外だな。いやいや、ちゃうちゃう。向こうの立場になって考えてみ。もしあんたらが教練員の学生で今は勉学に励んでる最中やったとして、そんな時に突然怪しい格好したよその人が乱入してきて辺りをキョロキョロ見回したり歩き回ったりしたら、お前の言いたいことは分かった気がするぞ。やろ？確かに人の目を気にしすぎる必要はないねんけど、それは時と場所を選んでからのことやと思う。